育成や戦略面でチームを統括するテクニカルダイレクターに就任したのは関塚隆さんです関塚さんは2012年のロンドンオリンピックで日本代表を率いて44年ぶりにベスト4に導いたほか J1 川崎フロンターレで監督を務めるなど国内トップレベルの経験を誇りますこだわってトレーニングをして勝利に結びつけると あそういうようなねところをしっかりとこう後押しできたらなというふうに思っております。また福島ユナイテッド FC はこれまで暫定的に指揮を務めた与田光正さんが正式に監督に就任したことも合わせて発表し低迷が続くチームのこれからの反撃に目が離せません。